マリオンが決めて4対2です。アウトに出したペペン、そうですね、まあ一つにはデールデイビスの不調があって変えられないとか、いろんな事情があるんだと思います、はい、サボニスです、決めてきました。サボニス2ポイントした。スタウダマイヤー3いきました。はい、あの彼のミスになってしまいました、はい、逆にここは生かしたい、この流れを生かしたい。ボムジンウェルズ連続のゴールです。ペペンが入っていく、サボニス外から、うんとこれを決まらない。ペペン決めました。に近いんではないかというちょっとアピールをしましたね、はい、ウォーレス決めてきました。はい、ここでアウトサイドシュートも、また2桁に点差を広げました。マリオン今日22点目です。そしてピペン、今かわした見事なシュートです、はい、NBA の中でも場内が歓声が大きくなってきました。エリーです。そしてナイスブロック、彼の高さをブロックしたわけですが、すごいですよこれは。ああ、二人がかりですね、はい、日本とムード変わったような感じになりましたね、はい、リズムが出てきましたね。ショットクロック3秒です。ちょっとボールが止まっています。おっとスタドマニア3いきました。スタドマニア、あ、今のシーンはスコッティとフリースローのパーセンテージも良くないですね。1投目決めて、これは2投目です。2投目も決めました。いいドライブインですがフォローできません。スミスのスリー来ました。がなくなってきました。もうこれはこのままです、はい、このまま試合